全国有数のスイカの産地である富里市では、今日富里スイカの査定会が開かれ、市長や生産者など150人以上が参加しました。査定会では今年の出来について報告が行われた後、持ち込まれたスイカに形状や実の詰まり具合などの基準に沿ってそれぞれ等級が決められました。 JA の担当者によりますと、今年は寒さの厳しい日が続いたことから生産量が危ぶまれていましたが、無事に例年よりも中身の詰まった糖度の高いスイカが実っているということです。富里スイカの出荷は今週から始まり、7月中旬までにおよそ80万玉の出荷が見込まれています。切った時の風味が全然今年はいい状態で、出てると思います。ぜひ食べていただいて、またその味をですね、もし、よかったらですね、周りの人に広めていただいて、たくさん富里のスイカ食べていただけたらと思っております。